野党第1党と第2党の亀裂が深まっています。国民民主党の大塚代表が立憲民主党の枝野代表から一方的に電話を切られたことを明らかにしました。先だって枝野さんからお電話をいただきましたが、十分にこちらがいろいろお話をする前に電話を切られてしまいましたので、そういう意味ではコミュニケーションを円滑にする努力は双方さらにしなくてはいけないなというふうには思います。大塚代表は先週金曜日に枝野代表から電話があり、国会運営を批判されたことを明かしました。一方的に電話を切られて以来音信不通だということです。国会対応をめぐっては立憲民主党が与野党対決モードなのに対し、国民民主党は対決より解決と訴えていて、足並みの乱れが露呈しています。